こんばんは、本日もですね FX 鴻之助ライブ塾、まあ、鴻之助 TV ですかね、始めていきたいと思いますので、短い時間なんですけれども、私久吉がお送りさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。シラチンさん、サニーさん、ソシアルさんかな、んかな、こんばんは、よろしくお願いしますね。まあね、早速相場の話に行きたいなと思うんですけども、まあ、昨日のね、一応まあおさらいというか、まあ、そういう点からちょっとお話しさせていただこうかなと思うんですけれどもね、まあユーロに関してはね、まあ、前日にねギリシャ国債をね、何でしたっけ、担保か、担保の特例から除外するっていうふうに発表してね、まあユーロが売られた流れを引き継いで、まあアジアのマーケットではね、まあ朝方なんですけど一時ね 1.13 ドル、まあ円でいうと、対円でいうと132.50ぐらいまで、60ぐらいまで下落したのかなっていうとこでしたよね。まあでもね、 ECB がね、ギリシャの銀行にね提供する流動性支援っていうの、緊急流動性支援っていうのがね、上限を600億ユーロに拡大するっていう報じられたことがねきっかけでね、まあ下値付近で押し目買いがやっぱり入りましてね、まあ下げしぶりを見せて、まあヨーロッパ市場ではね、マーケットではね、例のごとくスイスがね、銀行がね、まあユーロ買い、フラン売りの介入をね、まあ、断続的に実施しているっていうね観測が始まってね、観測があってね、まあ介入はね間違いなくやってるんで、観測というかね。でまあユーロスイス、まあユーロフランに関してはね 1.04 フラン台から 1.06 フラン台にね、まあ上がったのかなっていうところでしたかね。まあユーロドル、ユーロ円もそれぞれ 1.14 ドル台と、まあ対円でいうと134円台を回復したのかなっていうところでしたよね。まあさらにさらにね、ニューヨーク市場ではね、まあ終盤なんですけれどもね、まあ株高を受けてショートがまあぶり出されたというかね、株高を受けてね、まあ 1.15 フラットぐらいですかね、対ドルで、対円で 135.16 ぐらいまで続伸したのかなっていうところですかね。あれ、これ右止まってる？はい、この、よろしくお願いいたしますさんですかね、は見れてないですかね。ん、どうなんだ、どうですかね、皆さん見れてますかね。弱気の熊さん、よろしくお願いいたしますさん、たけしさん、まあ、シロさん、こんばんは、あ、たけしさんもこんばんは、まあ、見れてるみたいですよね。よろしくお願いいたしますさん、どうなんですか、見れないかっこ涙、ちょっと回線ですかね、そちら側の、まあそれかなんかこうログインがうまくできないのかなっていうところですかね。大丈夫ですかね。これなんかしてあげれるの？どこに？事務局のFX の、よろしくお願いいたします、FX 鴻之助事務局の方のメールにメール送って。